さんこんにちは、森谷ドラムスクール大阪校講師の石原匠です。本日は2ビートに落ち感をつけるっていうフレーズをちょっと解説していきたいんですけれども、2ビートっていうと、っていう感じの、この疾走感がすごい特徴的なビートになってるんですけれども、これに落ち感をつけてあげるっていうのが、っていう感じで、この疾走感の中で急激に落差をつけてあげることで、キメとかに使えるようなフレーズなんですよね。特にあのメロコアとかのジャンルだと、まあ、よく多用されるようなフレーズかなって思いますね。じゃあこれの、まあ、練習の仕方なんですけど、最初は、まあ、練習パッドとかでもいいですし、まあ、実際のドラムセットやったらもうスネアだけを使って、うたーたうたーたうたーたっていう手順に最初慣れていくところから始めていけたらなと思います。うたーたうたーた、じゃあ次このうたーたうたーた、これに慣れてきたら足を入れてみてください。もうこれもできたっていう感じやったら、次は足をダブルで入れてみてください。このうたーたうたーたと足、もう両方これ一緒にできるようになったよってなったら、うたーたうたーたのうに当たる右手ですね、をもうそのままクラッシュに持っていってあげるだけ。で、今できたフレーズをもうそのまま2ビートの中に組み込んであげると、こんな感じの2ビートの落ち感フレーズが完成します。このフレーズをやる時の、まあ、注意点というか、まあ、意識できるといいかなってところは、あの右手に釣られすぎないっていうところですね。あくまでビートの中心はもうスネアとキックがになってるっていう形なので、まあ、こんな感じで右手がどこにあってもスネアと足はもうビートを崩さないっていうところを意識できればいいかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じの2ビートの落ち感のフレーズの解説でした。よかったら活用してみてください。ありがとうございました。